あれ？ガルバナじゃないか。こんなところで咲くなんて珍しいな。用事も済んだし帰ろっか。下がれ。何と言われようが式が終わるまで門は封鎖だ。なんだよ。あ、門を開けろ。山田どけ。ちょっと待てよ。俺たちは入れないのにチョコボはいいのかよ。何がおかしい。このチョコボは血統書付きの式典用だ。こいつには何万ギルもかかってる。お前ら100人合わせたよりよっぽど価値あるってもんだ。俺ら近づくんじゃねえよ。
チョコボにお前らの貧乏くせえ匂いが移っちまうだろうが。ふざけんな。どけこのガキ。いいぞ入れ。この野郎。ははこれはまた立派なチョコボですな。一目でわかりますよ。ツイッタノさんでしょ。土が違うとチョコボの育ちも違いますな。そうそう、土が変われば味も変わるものでして、例えばダルマスカのバロース種、深みと香りはアルケーディアさんに一歩譲りますが、実に力強い風味で、これはこれで悪くないものです。いかがですかな。もちろん人数分ご用意しておりますよ。おい、積み荷を通したら予定通り門は封鎖だ。くそ、鎧の中が砂だらけだ。今のうちにさっさと行こう。あんまり心配させんでおくれよ。まあ、大事に並んで何よりだ。さあ、私たちも行こう。あ、じきに式典が始まってしまうな。こりゃ急がんとな。あ、ちょっと待ってよ。何？ねえ、どうしたの？バン。静粛に。アルケイリア帝国西方総軍司令、新司政官、ベインソリドール閣下のお言葉で。閣下。ラバナスタ市民諸君。帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。当たり前だ。止め、帝国が来なければ。聞くまでもなかったな。私自身、諸君の憎しみを拭えるとは思っていない。私は諸君の忠誠を求めない。諸君は亡きラミナス陛下への忠誠を守り通すべきだ。陛下は国民をこよなく愛し、平和の実現に力を尽くした真の名君であらせられた。陛下の大御心は今なお諸君を見守っている。ダルマスカの平和と繁栄を願っておられる。諸君、私はただ一つ求めよう。陛下のご意志を継ぎ、平和への祈りを。あの痛ましい戦乱から2年、ようやく兆した平和の芽を諸君の祈りで大樹へと育ててほしい。それだけを忘れずにいてくれるなら、私ごときいくら憎まれても構わん。私は逃げることなく憎しみを受け止め背負い、そしてダルマスカを守ろう。これは私の償いである。亡きラミナス陛下とアーシェ殿下は今なお諸君を見守っておられるのだ。祖国を愛する者たちよ、亡き陛下のご意志を受け継ぎ、平和への祈りを。私の望みはただそれだけである。
ラバナスタの町はいかがでしたか。実に素晴らしい。この大聖堂を見たまえ。神かつ享楽的、ガルテア様式の頂点ともいえる建造物だ。グラミス陛下にもご覧に入れたいものだ。今宵の祝宴はこの者が手配。ビゲロと申します。次期皇帝となられます殿下のお迎えできることはまさに誉れ、市民一同誠に嬉しく。殿下はよせ。私は陛下の子ではあるが王子ではない。我がアルケイディア帝国の皇帝は市民が選ぶもの。私はただの候補に過ぎんのだ。これは失礼おば。かといって死生観閣下などとは呼ばんでくれよ。はあ、私も今日からラバナスタ市民だ。ベインで構わんよ。しかしそれでは。呼び捨ては抵抗があるか。ならば今夜は君が私をベインと呼ぶまで飲んでもらうぞ。だらしないな、ミゲロさん。下げたくて頭下げてるんじゃないの。それくらいわからないの。それにしてもベイン様は逆らったら何されるか。だからってさ。じゃあバンならどうするの。どうするって。俺なら。聞いてるの？ねえ、バンってば、ちゃんと聞いてる？雰囲気変わったね。ラバナスタじゃないみたい。どんどん帝国に飲み込まれてく。なあ、今夜のパーティーって俺たちでも行けるのかな。何言ってんの。招待されてないのに王宮に入れるわけないじゃない。じゃあどうすれば入れる。そんなの知らないよ。ミゲロさんに頼んでみるとか、ダウンタウンのダランさんに聞いてみるとか。ねえ、突然どうしたの。言っただろ、ダルマスカのものを取り戻すんだ。俺たちダルマスカ人の手に。なんてのどう。お宝盗んでさ、みんなにおごってやるよ。そしたらパネロの機嫌も良くなるだろ。冗談ばっか。そんな宝が手に入ったらまず飛空艇買っちゃうくせに。けどまあ、バンの気持ちは嬉しいかな。それだけもらってくよ。じゃあね。そっか、飛空艇か。本気でやってみるか。ミゲロさんには迷惑かけられないし、頼りはダランジーだな。あのじいさんならきっと何か知ってる。ダウンタウン行ってみるか。